尾崎豊君との、ジョイントライブが、日比谷の野外音楽堂で決まってて、俺はすごく楽しみにしてて、で、西君はその、尾崎君のバンドが来たりするね。で、ヤオンでライブをやることになって、当日ヤオンに行ったら前日尾崎が足を骨折してライブが飛んだというね。なんだよそれって思って、もう腰が砕ける思いでね。で、その時に結局、まあ、江口君とは会津自慢だったんだけども、その後だから尾崎君とは、一緒に飲みに行ったりとか、俺のライブ何度も見に来てくれたりとかね、よくしたんだけど、江口君とはずっとすれ違いのままだったんだけども、つい、数年前に、あるイベントで江口君と共演することになって、それでもうやっと会えたねって話をしてね。それで、じゃ あ,せっかくだったんだから一緒にやろうよって言うんで、何度か一緒に今までやってきたんだね。いやもう、いいですか、喋っても。そう、どうぞ。尾崎からずっと聞いてたんですよ。いや、俺は小山さんがすげえ好きで、崇拝してるっつって、で、名前をずっと聞いてて、どっかで会えたらいいなと思ってたんですけどね。それが何十年経ったんでしょうかっていう。30年後ぐらいに経った。そうですね、はい。じゃあ、エプソン2人で作ってきた、サウンドを起動して思い切り走りたい、今日ももっと
の少し生きるため」